芸で食っていきます。よし、コントをして食べ物をもらうという新企画、これを始めよう。いや、芸で食べるってそういうことじゃないんですね。キャム TV シリーズ第2弾、旗を作ろう。これから毎週新作コント。もう嫌や、もう言わんかったよかった。今日はね、事前に知っているパターンのやつです。結婚式場に行くんですけどね、いやーこれ今日きついでしょ。いやーこの親しい人たちの間でこう楽しんだ、楽しむ宴会、そこにこんな誰かようわからんような、芸人が来てネタをするって絶対やったらあかんやろ。しかも結婚式って一生に一回のやつやからね、もうそのプレッシャーが半端ないわ。もう俺のせいで壊してもたらどうしようっていうね。しかもこれ聞いた3日前ですからね、絶対にもっと前から知ってたはずなんですよ。ほんまどういう意味なんかが分かれん。お便り読ませていただきます。頑張ってる君がいるから僕がいる、お互い夢をつかみに行こう。マムさん、お互い頑張りましょう。まあマムさんが何の夢をつかもうとしてるのか分からないですけどもでもただちょっと頑張ってる君がいるから僕がいるっていうのはちょっと臭いんちゃいますかね。うんまあでもほんまに励みになります。ありがとうございます。暑い、かける100なんでちょっと吹き飛ばします。暑さを吹き飛ばす寒いギャグをお願いします。あのね、寒い、俺ギャグっていうのね、多分キャラクター的に向いてないと思うんですよね。パラグアイ、明太子、桃太郎、5文字の言葉を言っただけ。もうほんま恥ずかしいわあ、こういうの俺もうやめときますんで、ギャグはやめます。しんどい時でも、見ていると楽になれます。あー嬉しいですね。うん、いやまあもう僕がちょっとでもね憩いの、場所になれば嬉しいなと思います。キャラクターを守るハエワロタ、うわちゃんと見てくれてるんですねこうやって。じゃあちょっと面白いのをちゃんと考えないとね。はじめの言葉です。本日は、お日柄もよくおはようさんです。高谷くん、やってきました門出の朝すいません、まあ画面では分かるかどうか分かりませんけども、今はもう夕方でございます。まあ結婚式って聞かされてたんでね。はい、CAM TV 22回の今週は林大輔さん、岡舞子さんからのリクエスト、本日なんと結婚式ごめんなさいね、これちょっと意思疎通ができてなかったパターンのやつですね。はい、なんとこの、初めの言葉の感じからすると、俺はもうこれを見て初めて知るという体の感じですけども、オープニングでちょっと言っちゃいましたんでね、すいません、お二人の、新たなる門出を祝して行ってみましょう。出前コントリクエスト第5弾、いざウルトラス岡山市、本日も晴天なりということですね。はい、6時から始まりますんで、もうすぐ行かないといけないですね。とりあえず邪魔にならんようにねもうそれだけが怖いわ。もう壊さないように、楽しい雰囲気を壊さないようにだけ気をつけて、頑張りたいと思います。俺とね、ついて着きました。まだ開いてないんですよね。ていうかね、ここに来て事の重大さに初めて気づいたんですけどね、こういうのってね、なんかスタッフみたいな人が用意してくれて、こういつ出るかとかそういうのって事前準備とかしてくれてるはずなんですけどね、誰もそういう人がいないっていうね、
この孤独感やばいっすね。受付の人は知らなかったみたいですね。ちょっとこれこれほんまにどうすればいいんやろ。リクエストしてくれた人が新郎新婦じゃないですか。新郎新婦ってこの本番まで来ないですよね。これどうするんですかね、マジで。今近くの駐車場に来てるんですけども、いやもうどうしようかなっていう、もうねちょっとよくわからないですけど、もう本番始まってね、なんかガヤガヤしとるところにもう無理やりこう入っていってやったろうかな、そういうふうに思います。見つけた。今新郎新婦が入っていきました。かなり盛り上がってきております。そろそろええかな。ではコントさせていただきます。林さんはご結婚式があるわけで、すいません、マイクもらって多分林さんはすごい、男らしいプロポーズされたと思うんですけど、僕なんかは結構優柔不断でなかなかちゃんとしたプロポーズができるかなっていうのもすごく不安になるわけです。すごかったね。いやーもう結構人から愛されてるご夫婦なんだなというのがすごくわかる、すごく楽しい宴会でした。まあ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 ね、多分まあ影響はなかったんちゃうかな。まあいい意味でも悪い意味でもね。いやーすごいな、やっぱ結婚式きついな。知らん芸人が来てね、なんやかんやするところじゃないです。終わりの言葉読ませていただきます。愛酔いの松に寄せて夫婦愛と長寿をめで、人生をことほぐ大変めでたい能であるこの高砂、朗々とですよ高谷君。ではいいかと。能とかわからんからな。高砂屋この裏穂に尾をあげて、こんな感じにしようか。この裏船に尾をあげて、月もろともに入り潮の波の淡路の島影や、近くなり鳴尾の沖過ぎて、早隅の絵に月にけり、早隅の絵に月にけり。いや長いよこれ。しかい波静かにて国も収まる、時津風枝を鳴らさぬ身をなれや、愛に愛追いの松こそ
めでたかれ下にや仰ぎてもことも愚かやかかるように住める富とて豊かなる君の恵みぞありがたき君の恵みぞありがたき。いや全然わからないですけどね、これで合ってるのかどうかもわからないですけども、僕の、のというイメージでやってみました。いやめでたいめでたい、もう一つ、今を限りと漕ぎ出す船は、仕事を始めのいろは丸坂本龍馬ですね。君もワクワクドキドキ躍動感を持って新たなコントの形を生み出していこうではないかなんてな。はい、どうも、初めまして坂谷と申します。ありがとうございます。今日は本当にご迷惑をおかけしました。すいませんでした。いやいやいや、まあとりあえず迷惑はかからなかったですかね。全然楽しかったです。これご祝儀というわけじゃないんですけども、まあいつかもしかしたら数が出るかもしれないということで、はい、僕のサインじゃあ喜んでますか、ほんまに。いや僕にめっちゃ売る気満々じゃないですか。僕が言うのはいいですけど、1円スタートやったら売れるか。ひどいな。読んだんですよね、読んだんですよね。読んだのにそういう感じ。結婚式に呼ばれるっていう、いやすごい勇気のある行動だったと思います。僕みたいな無名の芸人を呼ぶっていうね。ありがとうございます。よかった。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと口が変えてます。はい、頑張ります。Yeah, huh?